ニュージーンズ派に国政監査の召喚に応じると発表、グループとファンを守る、10.25国会へ、実母も応援ニュージーンズの派に20が9日、韓国のファンコミュニティープラットフォームフォニングで、国政監査に出席する意思を明かしたと10日、複数の韓国メディアが報じた。記事によると派には、同サイトでファンへ、決めた。国会に出ることにした。国政監査に一人で出る、心配しなくていいよ。自分とメンバー、そしてバニーズ、バニーズ、ファン名称のために出るから、 と伝えたという。そして、マネジャーや会社は、出席する意思を、まだ知らない。たくさん考えたけど、出ることが正解だと思う。うまくやってくる、この経験を通して、どうなるのかわからないけど、まずは私にとって多くの学びになる経験だと考える。だから、国会に出たい。ニュージーンズ、バニーズを守るから、と強調した。決意表明をした翌日の10日、ハニは、再びフォニングを更新。お母さんが送ってくれたメッセージを、 バニーズと共有したくて、と、その内容を公開した。実母のメッセージには、家族は、ハニーのあらゆる決断を全面的に支持する。ハニーが HYBE で起こった出来事を私に話したとき、私は怒り、ショックを受けた。まるで、ハニーの人生で、繰り返されそうな気がした、こんなことが起きるのを、止めなければならなかった。だから私は、ハニーに声を上げるよう促した、ハニーの国会出席は、大きな責任が伴う。決して軽く考えてなどいない。 勇気を出して立ち上がったハニーを誇りに思う、ハニーはこの行動を通して、これからもっと良い仕事ができるだろう。ハニーの力は、ハニーを愛してくれる人たちから生まれる。他のものは消え去ると綴られていた。これに先立ち、国会環境労働委員会以下、官労委は9月30日、ハニーとニュージーンズの所属事務所アドア、アドル代表を兼任している、キム、ジュヨン HYBE、ハイブ、最高人事責任者を、10月25日に開かれる雇用労働部及び、 経済社会労働委員会総合国政監査の参考人、証人として二人を採用。官老医はアイドルのいじめと、これに対する対応不十分などに関して、質疑応答を行う予定だと明かしていた。記号ニュージーンズ嫌がらせ疑惑記号は、9月11日にニュージーンズメンバーが行った緊急ライブ配信で提起された。この時、ハニが HYBE 社屋の4階廊下で一人で待っていたら、他のアーティストとマネージャーさんが通りすがりに挨拶してくれた。 でも、私の横で堂々と、無視して、とおっしゃった。全部聞こえるし見えるし、どうしてそんな目に合わなければならないのか理解できないし、バカバカしいと思う、と主張していた。これについて、5人組ガールズグループイリット、アイリットの所属事務所で、HYBE 参加レーベルのベリフトラボ、ビリーフラボは、イリットの担当マネージャーは、ニュージーンズメンバーに対して、無視しろ、と発言したことは一度もない、イリットメンバーも、ニュージーンズメンバーに挨拶をせず、通り過ぎたことはない、と反論している。 よろず、ニュース、C みゆき。